さあここからは南禅ファミリーにあるコーナーでございます。題しまして南禅ダービー。こちら内容シンプルでございます。南禅ファミリーの皆さんにあるゲームに挑戦してもらいます、はい、ユーザーの皆さんはですね、そのゲームで誰が一番になるか、それともこれはクリアできるぞとか、そういうアンケートをですね、アンケート機能を使って募っていきます。で皆さん予想で答えてもらってですね、それいくら皆さんが当てられるかということでございますが、ゲームは数種類ご用意しております。挑戦していただくメンバーは全員ではなく、くじで引いて決めたいと思います。はい、そしてユーザーさんの予想回答が2問、こちら正解しますと、本日出演しているメンバーのサイン入り色紙を抽選で1名様にプレゼントします。なのでユーザーの皆さん頑張って答えてくださいね。はい、さあそれでは最初のお題発表いたしましょう。こちら、しっぽ取り。しっぽ取り、しっぽ取り、なんだいそれ。さあ皆さんのお尻ですね、今からしっぽをつけまして。しっぽをつける、ね、これですね、はいはい、こちらですね、はい、もうどっからどう見てもしっぽでございますが、はい、ガーゼ、え、入れさん何ですか。ガーゼじゃないですか。違います、尻尾です、違います、尻尾、ここね、これ ね確かなんでこの素材なのか僕も分かんないです。優しいから、肌に優しいから、ね、優しい、あ、お尻かぶれないからね。そう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 、こう池田がやってるみたいに、はい、こうやって尻尾のようにつけてもらって、はい、でこれはですね、4人出ていただいて、4人で、まあ、バトルロワイヤル的な感じでね、はいはい、こう尻尾取った人は、で最後まで取られなかった人が勝ちということでございます。さあそれではくじで決めたいと思います。くじで池田さん引いちゃってください。いや、これ瞬発性とか身体能力が問われますね。そうだね、運動神経、はい、はい、いきますよ。全然あります、 3D も全員で。それでも人多いですから、ね、まず1人目は、まず1人目、大輝、はい、誰でしょう。これこいつで、いえいえ、雑だな、叩きつけないで、すげー、翼でーす。翼、すげー、雑に扱わないで、すげー、ね、メンバーの名前だから。おれケータ、嫌な子ケータ、ケータ、はい、さあ、あと2枚、はいはい、これあ、し、あ、大輝、ダブル清水、清水対決、おラスト、おい、中期や、中期や、さあさあさあ、あれなんか可愛らしい、みんなメンバー、はい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 、さあ4名前に来てください。めっちゃ力強い人は、確かに、さあ前前、こちらのどうぞ、特設ステージ、こちらの方、前の、はい、次回お願いしますよ。でもこれだいぶ荒れてましたからね。これ全然誰が優勝するか分かんないですね。分かんない。でもこれ俊敏性に飛んでそうだね、みんなね。確かに、みんななんかポケットの方がいいかもね。もしかしたらみんな袖長いからいける？いけるんじゃないですか。いける、いける、いけるんじゃないですか。お尻につけれたら OK です。皆さんつけれましたか？見てください、はい、確認してください。はい、はい、つけましたね。さあそれでは4人、このえ、もう背中向けたらやばい。こっから出ないで、出ちゃダメだからね。ここね、ここ怪我のないよ、怪我のないよ、こっから。さあそれでは参りましょう。大輝、翼、ジュキア、俺出てね、データによる尻尾取りゲームスタート。起きた、あーやばいやばい、あーやばい、あーやばい、ストップ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 、ごめんなさい、僕アンケート取ってなかったです。おい、ね、トリゾン、トリゾン、はい、すごい本気の代わり体験取ってくれたんだけど。アンケート早い、アンケート、今の参考にしていただいて、参考にしていただいて、さあダービーですから、なんで出てねえんだよ、だから俺、あ、ステージ、あ、皆さん見ないでください、自分がどうされるのか、こっちを見てね、はい、ね、さあじゃあマウントポジションから、皆さんも、でも今の感じ、総合格闘みたいなです、今の感じだったら大輝くんが強かったんじゃないですか。あ、言わないでね、みんな言わないでね、はい、まだね、はい、こういう結果になってます。はい、この方、ね、ユーザーの皆さんの予想はこれでございます。当たるかどうか、あ、トレーナーがトレーナーがついてる。さあじゃあ前向いていいですよ、はい、わさあそれでは、さあさあ、よー、来てる来てる。ではさあそれでは参りましょう。こっから、こう、もう出たらここからアウトだからね。ね。それでは参りましょう。しっぽ取りゲームスタート。しっぽ取るぞ、しっぽ。しっぽ取るよ、さあ、これね、両方見て、あ、これすごいな、すごいな、これ。あ、あ、よ、よこぎ、あ、さあ、さあ、さあ、
これシュールだな相当これ。さあさあ、何やってんのこれ。さあこれ、さあ修学旅行の夜。あ、どうだ、つばさアウト、つばさアウト、つばさアウト。さあさあ、あれ、待って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 、大輝さん、あなた終わったんですよ。来ないでください。大輝さん、大輝さん、どうだ。さあ、大輝さん、この2人で、この2人で、ジュキアが2個取ってる。さあ、どうだ。さあ、再開、金髪対決。どうだ。あ、なんだこれ。あ、なんだ、あれ、あれ、おお、すごいすごいすごい。さあ、ジュキアの前、なんだこれ。ジュキアの前、ネイマル、ネイマル。さあ、さあ、いいぞ。何やってんの、あれは。さあ、すごいすごい、かっこいい。おおおお、いいね。すごい、早い早い早い。天下一武道会のようだ。お、なんだ。あ、取った。ということで勝者ジュキア。若い、ね、若い、すごいすごい。待って、ジュキア全部取ったよ。全部取った、全員完勝。いや、瞬発力半端ないわ。すごい、やっぱ若いわ。すごい。ということで、なんとユーザーの皆さん予想正解、ジュキアでした。すごい、すごいすごい。ジュキアさん、これジュキアさん、こんな才能があったんですか。まだまだ来てますね。こいつはボスだな。すごいボス、ボスなんですよ。なんだこのボス。うわ、すごい育て上げてる。まだまださすがです。まだまだ隠してんの。ジュキア、素晴らしい。いや、すごいわ。ユーザーの皆さんの期待に応えて50% 入ってましたから。さあ、ということで、すごいすごいすごい、すごい。まあ、でもマッドサイエンティストが作ったからね。違う、マッドサイエンティストじゃないんですよ。この人の自慢によるじゃないんですよ。すごいすごいです、ありがとうございます。さあ、幸先いいですよ、ユーザーの皆さん、素晴らしい。行きましょう、行きましょう。すごいな、当たってるし。もうあと1回正解したらね、はい、プレゼント決定ですからね、はい、さあ、どんどん参りましょう、はい、続いての、お題は2番目で、はい、はい、こちら、一番長く声を出し続けることができるのは誰？これボーカル言うんだ、ボーカル。これボーカルでしょ。沢木来るか、ボーカル有利っていうことができますか。これね、ソリニーはね、沢木がちょっと得意分野なんで、これ沢木が得意、沢木弾いてほしいですね。いや、だったらうちもウィーンとティムどっちかやってほしいっす。おー、ボーカルだね。ボーカルなんだ、はいはい、だったらジュキア行ってほしい。はい、出ろよ。何やろうだ、直しないよ。わ、博士が作った。博士は出ないんだな、現場に。博士アンドロイドみたいになってる。いや、コメント欄もマックスじゃないって言ってるから。さあ、量が来ますから ね, ね、まあ、ボーカルと言ったらユータですからね。じゃあ、こちら、はい、ティム。来た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 、ティムさん。勝った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 、いきますよ。そして勝ったかも。はい、山口智也。智也。さあ、4人です。あと2人です、あと2人、あと2人。こちら、木本。お、木本。おー、来た、ビーボーから2人。ラスト、はい、こちら、はい、井出さん。あ、井出さん、井出拓さん。さあさあさあ、さあ、各グループからこいつこいつお願いしますって言ってた人間は出てきてませんが、さあどうぞどうぞ、前どうぞ、はい、ただ、あ、ティムか、ティムはボーカルで来てますね、はい。さあ、皆さんマイクを持っていただいて。博士、すいません。シネさん、シネさん、シネさん、自分のチームを応援してくださいね、はい、なんでティムさんなんだ。さあ、トレーナー、トレーナー、チャンピオン配信してるからハグするのやめてください。整理はもう全然大丈夫です、自分の中での作戦で、はい、じゃあ、なるほど、審査しますから、ちゃんと一番長く声を出したらで、ブレスしたら終わりだからね、その時点で。そう、皆さん準備の方、ブレス確認、はい、ブレス確認、準備の方ですかね。それでは皆さん、アンケート、アンケート、木本と智也と、そしてティムと井出拓。あ、結局見ないでくださいね、コメントでも博士が出なかったと。博士は最後まで出ないですから。さあ、うちのベース担当なんで。あ、ティム頑張ってねって、ティム頑張ってね、撮ってる。入れたく入れたく来てますよ、コメントが、応援コメント。なるほどね、肺活量が強いと、決まったベース担当。なるほど、あ、なるほど、出ました、アンケート結果、この人が1位という予想でございます。はいはいはい。さあ、結構割れてますけどね。さあ割れ、さあ、それでは前向いてください、大丈夫です。
あ、これでは拓也さん、これ結構ね応援来てますよ。はいはいはい、マイクに向かって、マイクに向かってでございます。さあ一回声、声今発声練習すぎます。発声どんくらいで、うわーい、いやいや、もう終わり、2秒だってうわーい、え、あ、出てる、あ、決まった、出てる出てる、分かりづらい、ただ聞こえてると思うんで、あ、OK です OK です、はい、僕は一番低い音で、あ、出てる、高い。じゃあ皆さん周り静かにしてください、このゲームの時は。ちょっとこれで BGM もちょっと落としてもらえます。そうですね、一切喋らないでください、ね、裏方さんも。さあ僕はじゃあせーのって言ったら始めてくださいね。はい、それではう、そう、 OK、 よろしいですか。あ、ハミングで大丈夫なんですか。全然いいですよ、なんだっていいさ、はい、頑張れ、声が出てれば。それでは行きましょう、せーの、どうぞ。あー、決まったと。ヒデがせ、牽制して。ヒデさん、ヒデさん完全ブレスしてました。ヒデさん、ヒデさんなんでチンチン触るの。さ、おお、いいね。すごいすごい。まだいける。すごい。すご。さ、それで。ちょっと待って。ヒデさん、ヒデさん、ヒデさん。すごい。こうなるから。すごい。すごい。すごい。覚醒した。ちょっと。キムが覚醒した。すごい。童貞の喜び方。すごいすごいすごい。しゃー。リチャード、その時は。イエーイ、キム。イエーイ。イエーイ、どうだ。あ、すごい。あなた。トレーナー、トレーナー。強かった。あなた、都合のいい人だな。キムだった。ということで、ちなみに。なんとアンケート回答正解。本当ですか。そう、ギブルさん、ありがとうございます。ということでこの時点でもうプレゼントは決定でございます。はい、あと2問追加で正解したらなんと色紙もう1枚つけます。すごい、すごい、チーム長い。ねえ、木本さんすごい張ってましたね。ベース結構息つかむ、息つかんで。ベースの声を出さなきゃよかったですか。ね、作戦ミスですよね。一番出しやすい、はい、でも、でも木本さん大丈夫です。あの一番人気なかったんでちょうど 7.2% 7%。 さあ続いてまいりましょう。続いてこちら、柔軟性が一番あるのは誰ということで、柔らかさ、体の柔らかさ、3名、はい、3人です。はい、こちらシュネル、さあシュネルさん、 GG さあ、まあまあ柔らかいです。皆さん、ヒント出さないでね。あの、ユーザーの方々にヒント出さない。あ、ヒントいいですね、稀勢の里、稀勢の里来ましたよ。あ、いいですね、愉快なお兄さんだ。そして愉快な人だ、レオ、レオ、あ、ダンサーですからね、ダンサーですからね。さあ、そしてこちら向山竹、さあソリディから2人。さあアンケートの方参りましょう。さあ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 、いかがでしょうか、竹、シュネル、レオ。これちょっと予想しづらいかな、難しいっす ね難しいよね。うん、さあさあさあ、まあでもダンスのイメージがあるのはレオですよね。一番俺こんなこと足長いから。いやでも手も長いですから言い訳にならないですよね、同じ長さ。でも結構意外に筋肉質の人って柔軟性なさそうだよね。硬いですよ。なるほど。でも普段これね、毎日ストレッチしてる人とかはそれでも全然変わりますからね。うん、レオは柔らかい。いや、まあでもダンサーですからね。確かにね、確かにこれで硬かったらダンサーとは言えないもんね。結果こちらさあ結果どうぞ。あ、こういう結果になりました。なるほど。さあ、一体どうなるでしょうか。3名の方々、まあ、やってもらうのは、いわゆるスポーツテストで言ったら立位体前屈ですね。はいはいはい、前にここにね、はい、前の方は向いてください。はい、じゃあこのじゃ段の上に、こちらもじゃあせーのですかね。はい、せーので、どのぐらい足じゃ揃えていただいて皆さん、はいね、さあさあ準備の方よろしいですか。池田さんがチェックしてますんでね。はい、行きましょう。それでは参りましょう。止まってね、止まってくださいね、止まってくださいね、止まってください、パッと、止まって止まって、あ、おい、あれ、なんか釘持ってこい。耳詰まってから。
釣りとトンカチ持ってこい、トンカチを。はい、さあそれでは参りましょう、はい、いきますよ、前屈までいきます、3秒前21せーの、どうぞ。うわ、お、どうだ、レアー、待て待て待て、すごいレオだ、レオ、うわ、待て、すごい、死んでるもん、うわ、待て、全員、さあみんな柔らかい、嘘柔らかい、みんな柔らかい、みんな柔らかい、見た、レオくんやだね、確かにみんなこう勢いでいきましたけど、レオゆっくりね刺していきましたからね、ということで勝者レオ、すごいということで、しかもまたユーザー皆さん正解、すごい、なんでなんでわかんの、3連続、3回連続ですよ、すごい。続いての、お題はこちら、来ました、一人に挑戦してもらいます、1人、はい、なんだ、全メンバーのフルネーム言える言えない、いいですね、ファミリーですから、ここにいるメンバーですよね、フルネーム、今日ここにいるメンバーですよね、今日ここにいるメンバー、さあさあもう名前言わないでくださいね、名前言わないでください、さあ行きますよ、誰が挑戦しますか、池田さん、はい、この方です、村上さん、ティーマー博士、ティーマーボストーリー、ディーマックスさん、ボストーリー、ここで博士来た、でも博士一番もう頭いいから、そうもう全知全能だから、そうです、ディーマックスさん、はい、すいません、遠路はるばる今日はよろしくお願いします、伝説を見に来ました、よろしくお願いします、だってもう最初の時点で俺の名前間違ってたからね、そうだ、お金最初もう最初もうシュネル間違えてたから、ま、そうだもうアウトだよこれ、アウト、大丈夫、あれは不正規です、あれは不正規です、あ、そういうこと、はい、どんな物語でも最初の1回舐められた人間が実はっていうのは、はいはい、ね、さあ、はい、これいけるかいけないかアンケートの方お願いします、はい、言える言えない、言える言えない、これでもティーマックス君全部言えたら、これ全部言えたら相当かっこいい、フルネーム、フルネームよ、あーもう顔見て、顔カメラさん顔ちょっと映してる、で見ないでね、余裕ですわ、見ないでね、これはアンケートはね、さあ結果出ました、どうぞ、見ないでね、なるほどなるほど、これだろうな、さあということで、だろうな、T さんまだ、あ、OK です。T さん、じゃあどういく？分かりやすいじゃん。自分のいけるメンバーからいける。じゃあこういきますね。おお、こういくから。かっこいい。何こいつ？こういくって。じゃあ並、じゃあ向こう、じゃあ向こうからじゃあ。はい。これ両側から終わるって。じゃあもうちょい、じゃあこっち、じゃあ一人ずつこっち、もうちょいね、こっちね。行きましょう、行きましょう。あ、なるほどね。こっちにみんな集まって言われた人からどんどん。じゃあ T の横に行けばいいじゃん。さあ、じゃあ何いけるか、はい、何全員いけるもんね、T、 T さん、じゃあこちらにTマックスいきますよね、はい、いきますさあそれでは、はい、それでは参りましょう、まず一人目、清水啓太くん、おお、はい、清水啓太 OK、ね、そしてさあ、じゃあいきましょう、はい、じゃあ多分休憩、一回しょ、これ違う、彼はショック、まあね、まあ、10期やね、はい、10期や、10期やね、分かる、分かる、後藤圭太郎くん、はい、来た、井出拓也さん、はい、よい、三谷レオくん、おお、まだまだ休憩よシュネル君、はい、向山武君、たけし、おお、いいよいいよ、さあだどうだ、はい、はい、ハリウッドです、ハリウッド、休憩入りますハリウッドスター、森崎ウィンク、おーい、名前すごい、黒川ティム君、はい、おーい、来た、すごいすごい、さあ、はい、さあ、ティマクさん、
はい、翼くん思い出したけど、そっち上もありますよ。さあ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 、休憩ですか。ちょ、いいか、休憩。じゃあこれは分かんないんじゃないか。休憩休憩休憩。あの D-MAX さんにとって美しい順番っていうのがあるから。はい、そうそうそう、はい、博士はね、はい、それでも残りすぎじゃね。はい、はい、沢木、圭一君。おお、はいはいはい、いいよいいよ。圭一君来ました。いい、まだいけるいける顔してる。いや、これだけでもすごいけどね。いや、すごいすごいすごい。はい、あ、どうだ、カズヤ君。カズヤ君、カズヤ君は休憩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 。大魔神、大魔神休憩。大魔神、佐々木和也。はい、いいよ、いいよ、それでいい、それでいいよ、それでいい、いい休憩でね、まだミスター、ミスター、ミスター休憩、黙って、ミスター休憩。さあ、あ、どなたですか。あ、そう、はい、トモヤってして、トモヤ君、トモヤ君、まず下の名前言うんだよね。そうですね。あ、俺のだ。あれ、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 見てますね。さあ自分から、自分から。さあ、黒いやつ、黒いやつ、はい、じゃ あ、じゃあ木又くん、はい、木又くん、はい、まず言うんだよね。もうじゃあこれもう最悪名字だけ、名前だけは OK でしょうか。あ、そうですね、もう全員いけるなら、うん、いけますよ。うん、それだったらいけるね。それだったらいけますね。それだもでも結構みんないけちゃうんじゃない。そしたら結構、あ、そうか、片方言われて休憩行ってる人多いよ。休憩、この中でどっちも分かんないみたいなのは博士います。これどっちも分からないっていうのはないですね。ない、あ、それはない。じゃあ皆さんの、じゃあ全部言ってて、とりあえず、はいはい、智也君、はいはい、ゆうた君、はい、さあさあ、村上博士が、まあまあ、前前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 知りすぎちゃってる。やばいな、知りすぎちゃってる。知りすぎて忘れるってどういうこと。どっちかは、どっちかは、あの弟さんともね。あ、そうなんですか。いや、その情報もいいんですよ。ごまかさないでください。言ってください、名前。どっちか、どっちか。おかしいな、僕、はい、LINE も交換してるんだ。さあ。そうですね。嘘でしょ。はい、5、4、何でもいい、何でもいい、何でもいい、2、1、カズヤ君。カズヤ君、アウト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 、ダメ、いや、気抜いてました、他のメンバー覚えてるんですけど。そうだ、いや、これ、これ、あ、ちなみに、ちなみに、あ、わかります、わかります、ゆうき君。はい。で、翼君。はい。で、あの、決まってくる。はい、ちょっと待って、待って、僕だけじゃないですか。お前が悪い、待って、お前が悪い、ちゃんと自己紹介して、ちゃんと自己紹介して、T-MAXにちゃんと自己紹介して。あの、手嶋明人って言います。くー、ビール飲んだ、ビール飲んだ。じゃこれ、じゃこれ、これ、T-MAXが、こう、あの、ね、わざわざ前に出て、絶対言えないから、うん、いや、ここまでよく言えたぐらいよ。いや、すごいよ、これは。いやちょっと真っ白になっちゃうね。さあ、そうなんですよ。もういや、でもね、すごい、頑張ったよ、絶対。本当ですか。いやもっとね、すごいよね。そういうことで、言えませんな。一番ノーマークでした。一番ノーマーク。いや、だから一番見てないってこと。いや、それ見てない。いけると思った。いけると思った。一個ですか、めっちゃ傷ついた俺。だよな。どっちかは入れてほしかったな。順番もあったんじゃない、なんか。そうですね。ここに来て、だから、あぐらかいちゃったんだよね。真っ白になっちゃいましたね。だって分かってたんだよね。もちろん、なぜか真っ白になっちゃったんだよね。そうです。あるんだよ、そういう出ないのが。なんかフォローすれば、でも分かんないもん。正直、どういうことね、正直申し訳ないけど、はい、うん、俺は分かんない。あ、全員、全員はね、名字も名前も分かんない人山ほどいる。
おかしい。ごめんなさい、俺も聞いてた、あ、そうだったと思って。さあ、ということで、ちなみにユーザーの皆さん、ごめんなさい、正解でーす。言えない。そう、言えない、言えない、ね、言えないで、ね、85% だったでもね、素晴らしいよ。ということで、ユーザーの皆さん、全問正解おめでとうございます。4問正解、色紙。いや、普段からダンサーライブを見てくださってる証拠ですよ、これは。ありがたい。いや、すごいよく出たな、ね、もう、とりあえず、次のあれですね、あの、ミュージック V とか見てる間とか、T-MAX、アクションとたくさん話してね。はい、ね、だって、LINE も交換してるでしょ。 LINE 交換してますね。なのに出てこないんちゃう。違う、なんか違う名前返ってたんじゃないの。あ、それはあるかもしれない。対象とかでね、わ、はい、かるわかる。ということで、T-MAX さんもうね、素晴らしかったです。結局皆さんね、正解でございますから。さあ、ということで、以上でレギュラーコーナーでございます。はい。